私は今香港の空港の近くのアウトレット、そこの7階にいてます。ここは何かって言ったらフードオペラ、フードコートです。まず何があるかって言ったらヤムチャ屋さん、こんなんもあります。そして麺屋さん、そしてタイ料理のお店で、ここ春明って書いてありますが、お休みです。テイクアウトを書いてきます。ここすごい、なんか香港の昔の香港をおしゃれにした感じ。ここ韓国料理、それからここは何、シンガポール、ハイナンチキンライスってシンガポールなんですよ。で次に日式、日式オムライスなんですよ。そしてここがペッパーランチ、割と人気です。そしてこの広さは、じゃあ私も今から食べに行きます。